プロ野球の元エースであり、広島東洋カープ一筋で19年間プレーし、球団最多の通算21三勝を挙げた、北別府学さんが、65歳で亡くなりました。北別府学さんの妻であるひろみさんは、彼の闘病の様子を彼の公式ブログで、更新していました。ブログには、ベッドに横たわる北別府さんと神尾さんの二人が、写っている写真が掲載されています。はっきりと目を開けて普通に会話をしてくれました。ひろみさんは次のように書いています。口に流し込むという感じですが、スプやお粥などを少しだけ食べてくれるまでになりましたと。また、今年2月に更新されたブログでは、まだまだ頑張りますのでよろしくお願いいたしますと、主人が申しておりますと神尾さんが、しょいています。彼女はまた、我が家の花見と、題した4月の更新についても触れています。彼女は、自宅で桜の絵画を飾り、子供たちが手に入れてくれた野球の WBC の、号外も貼って賑やかやかにしていることを述べています。さらに、北別府さんがお世話になっている病院に飾られている、木下は先生の桜の絵画の写真も、掲載されています。この絵画は、主人が2年前に入院していた際に撮影したものであり、今でも病院の大きな場所に飾られています。先月のブログでは退院が延期になってしまいましたと、ひろみさんは報告しています。移植後に GVHD 移植変態宿主病との戦いが続いており、様々な症状に直面しています。また、血管が脆くなっているため、その治療も行われています。北別府さんは、眠ることが多くなり、幸いなことに、苦痛の表情はあまり見られません。以前は、携帯電話梨を触ろうとしていた様子も見られましたが、今では、指先を動かすことができず、メールや LINE の返信もできない状態のようです。ひろみさんは、主人が一番反応するのは、家族の声ではなく、小田和正さんの歌声だと述べています。彼の歌声をチョークと、穏やかやかな、表情で、うっとりとしている北別府さんを見ることができ、ひろみさんもそれに安心しきびます。最後に更新されたブログは、父の日の近くになりました。タイトルは、もうすぐ父の日だよ、頑張れ、です。このブログでは、北別府さんのために、子供たちが、座り心地の良い椅子を買い替えたことが書かれています。父親をここに座らせてあげたいという思いの詰まった、端子、ひろみさんは次のように綴っています。この椅子にざれなくても、もう一度彼を家に、切らせたいという思いで毎日、掃除をしていますと、北別府さんの回復を願う家族の優しい思いが、買い替えた椅子の写真とともに、ブログに掲載されていました。